歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年1月30日自身の SNS を更新。歌舞伎や演劇のチケットを不正に転売したとして28歳の女が逮捕された事件について心境を綴った。警視庁によると、逮捕された女は2013年7月から2022年10月にかけて歌舞伎や演劇のチケット430枚を転売、およそ1760万円を売り上げていたという。さらに團十郎さんの襲名披露となった11月吉例顔見世大歌舞伎のチケットも定価を超える値段で不正に転売した疑いが持たれている。このニュースについて團十郎さんはブログで、見たいと思う純粋な気持ちを悪用する感じは困りますねと心境を綴った。続けて、今そんなにも高値で取引されていることも話では聞いてましたが、本当にあるのだなと、今後も引き続き松竹等も警戒していかないとならないですねと驚いた様子を見せている。この投稿にファンからは、正規料金じゃないチケットは一切買わないという当たり前のモラルが大切ですね、本当に見たい人が襲名披露公演のチケットを入手できなかったから虚しい気分など、様々な反響が寄せられた。